ハローミスターということで、今日はですね、タイ旅行に行かれる際、インターネット環境、通信なんかどのようにしておりますかというようなね、お話をしていきたいなと思います。結構ね、視聴者さんの方にですね、タイ旅行に行かれる際、ポケット Wi-Fi とか契約していきますか、どのようにされますか、なんていうね、コメントいただいたりメッセージをいただくことが多くなってきております。まあ、こちらに関してはですね、去年私一度動画を作っております。ポケット Wi-Fi っていうのはこういうもんだ、ぼったくりだぞ、なんていうようなね、動画を作っておりまして、こちらがですね、なんと今1万2000回再生ぐらいされておりまして、全然ね、再生されてなかったんですけども、ここに来てね、ここ最近になって再生されるようになってきております。まあ、やはりですね、タイ渡航に行かれる方がですね、去年末からですね、増えてきているというところで再生されてるのかなというところで、ただこちらの動画ですね、タイが解禁になる前に作った動画でございますので、去年ですね、私タイ渡航何回もしてきましたので、その経験を踏まえてですね、もうこれ一択でいいですよ、インターネット環境はもうこれでいいんじゃないっていう結論が今日出ておりますのでですね、まあ、そちらをね、今日は皆様にお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、ということで、まずですね、タイ旅行、まあ、海外旅行含めてですね、皆さんどのようにね、インターネット環境を揃えていきますか。まずね、簡単なのはこちらですよね、ポケット Wi-Fi ですね。こちらポケット Wi-Fi の機械になりますけども、まあ、こちらね、皆さん見たことあると思いますけども、一番ね、まあ、簡単だと思います。まあ、これをね、空港なんかでレンタルしまして、タイに行った後にですね、 Wi-Fi に接続すると使えるというような端末になりますけども、まあデメリットはですね、めちゃくちゃ値段が高いですね。このレンタル代金っていうのが、まあぼったくり価格になっておりまして、これはね、もう全然おすすめできません。もちろん簡単だよっていう意見もあると思いますけども、もうこれはね、もうダメですね、使わないでください。じゃあどういうのがいいのかっていうと、次に出てくるのがこちらですよね、SIM カードですね。こちらね、 Amazon なんかで売ってる、タイで使える SIM カードになりますけども、こちらね、今 Amazon で見るとね、もう1枚ね、1000円以下で買えるんですね。まあ、これもね、非常に便利です。僕もね、これ使っておりましたけども、こちらね、デメリットがありまして、まあ、デメリットとしてはですね、設定がね、ちょっとね、難解なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。僕のチャンネルの登録者数の大半が65歳以上の方が見ていられるというようなチャンネルになっております。ということを考えるとですね、こちらの SIM カード、まあ、もちろんね、簡単に使えるんですよ。ただ使うまでにですね、スマートフォンを、SIM フリーの端末にしまして、そこから、こちらの端末の中に SIM カードを入れて APN 設定をしてとかね、ちょっと難しいというか分かりにくいですよね。まあ、最新のね、端末なんかだと SIM カードこれをね、入れるだけで、すぐね、使えるようになったりするんですけども、その前提としまして、この端末をね、 SIM フリーの端末にしなければなりませんっていう風になるんですよ。なんでね、日本のスマホって最初から SIM フリーじゃないのかなって、まあ謎ですよね。他の海外とかだともう SIM フリーってのが当たり前なんですけども、なぜかね、日本で購入すると SIM フリー端末になっていなかったりするんですよね。でそれを解除するには、まあ、自分でね、これ解除できるんですよ、端末上から。まあでも分からなければ、近くのね、携帯の自分が契約してるショップなんかに持って行って、聞いてみるっていうのもいいとは思うんですけども、まあ、ちょっとね、めんどくさいですよね。で、その、僕もですね、一度経験としてですね、タイに行った後に設定して、APN 設定したのにインターネット通信できないなんていうことがありましてですね、結局使えなかったなんていう時もあったりしたんですよね。だからこういったところで失敗することなんかもね、あるんですよね。まあ、非常にね、簡単ではあるんですけども、まあね、今回はこちらよりも、もうこれ一択でいいですよというものをね、僕はね、去年、発見しましたので、そちらをお伝えしたいなと思います。それが、ドコモから出ているアハモというような、プランになります。アハモ。こちらですね、まあ、ドコモが出している格安 SIM カードのプランになるんですけども、これがね、非常に使い勝手が良かったです。もうアハモでいいんじゃないのっていうような結論になりました。というところで、今日はね、このアハモをちょっと紹介させていただきたいと思うんですけども、こちらね、決して
タイ旅行をするメインにするために変えるとかではなくてですね、国内で普通に利用していてももうね、これねコスパすごくいいんですよ。めちゃくちゃおすすめできるものになりますので、特にね海外旅行に行くから購入しようとか買い替えようとかそういうわけではなくて、もう普段使いからおすすめできるというところでもまずおすすめしていきたいと思うんですけども、まずですね安いですよね、2970円なんです。こちら1ヶ月2970円で 20GB 使えます。このね 20GB って何なの、このバイト数とかって何なのって言われるかもしれませんけども、まあ、20GB あればもう普通に大体大丈夫です。インターネットして LINE して、写真を送ったり動画を送ったりして、あとはまあ YouTube 見たりとかね、外で YouTube なんか見たりしても 20GB ってねなかなか使い切ることできませんよ。まあそれぐらいの容量なので、まあ、皆さんはね大丈夫だと思います。 20GB もあれば大丈夫だと思うんですけども、さらにですねこちら2970円の中に5分間の国内通話かけ放題っていうのが入ってるんですね。これ結構便利ですよね。お店なんかに電話する際なんかもですね、まあ、5分以内であればかけ放題というところでね、まあ、ただ仕事でねもっと通話時間必要だよっていう方に関しては1100円のねオプション料金を払うと、なんとね時間も制限でかけ放題っていうものもございますので、まあ、4000円ぐらいのね金額でかけ放題もついてるっていうところでね、非常にね安いんじゃないかなと思います。まあ、僕はね普通に5分以内のかけ放題で、まあ、友達なんかにね電話するのも最近は LINE が主流になってきておりますので、こちらのねオプションつけなくてもですね大丈夫なんですけども、仕事で使うとかねそういった場面においてはですね、この1100円のオプションをつけることによってですねかけ放題っていうのも可能になります。はい、というところでもうこれはね国内で使うにもね非常にいいです。まあ、こちらねあと通信の品質に関してもですねドコモの通信を使っておりますので、他社のね、まあ、au さんだったりソフトバンクさんなんていうのもですねまあいいんですけども、たまに通信がね悪い時、通話が途切れる時とかあるじゃないですか。さらに言えばですねもっとね今格安 SIM なんかたくさんあるんですけども、通信の、ね、品質があんまり良くないんですよ。以前ね僕もお勧めさせていただいて楽天とかもねあんまり良くなくて、やっぱりねドコモが強いですね。こういったね山形のど田舎もですね 5G でつながっておりますからね、もう本当にこのねアハも使い勝手いいですね。でここまでね日本で使い勝手がいいっていうところを紹介させていただきましたけども、なぜタイ旅行にねこれが向いてるかと言いますと、こちらのアハモなんですけども、変なね設定がいらないんですよ。もうついて機内モードにして、今で機内モードを外しましたけども、そのままですね見てください、これ 4G 回線がもうつながってるんですよ。わかりますかね。タイに来た際に別に SIM カードを入れ直す必要もないですし、設定からですねインターネットの回線のね接続だとかそういったものの設定を変えなくてもですね、もうこのまんま日本と同じように使うことができるんですよ。こちらね日本で使ったままそのまんまタイに持って行ってタイで同じような条件で使うことができるんですね。タイでも20ギガ以内であれば、使えるというところで、日本からね持って行ってそのまま使えてしまうっていうのが一番メリットなんですね。もう何の設定もなくそのまんま普通に使えてしまうというところで、もうめちゃくちゃこれ便利ですね。というかもうこれをしてからですね、もうSIM カードとかももういらないかなっていうぐらいもうめちゃくちゃ便利で、もう愛用してます。こちらね、もう本当にいいとこ尽くしなんですけども、まあ、あえてデメリットを言うのであれば、15日以上ねタイで使っていると速度制限がかかってしまいますので、15日以上ね使うのであれば、まあ、こういったね SIM カードと一緒に使っていただくということをお勧めしますけども、ただね普通に旅行される方で15日以上ねタイで旅行してますよって方はまあ珍しいと思うんですよね。ずっとね1ヶ月近くいらっしゃる方もいらっしゃいますけども、まあ普通のタイ旅行であればもうアハモだけでいいんじゃないかなと思います。15日以上行く方はねアハモプラスねこういった格安シムをもう一つ持っていくとかそういったところで対応できると思いますので、まあ、そういったね使い分けをしていただければなと思うんですけども、もう本当にね便利です。何にも設定もしな
くてもいい、そのまんま使えてしまうっていうところで、もうねこれはね、もうアハモ一択でいいんじゃないかなって僕はね結論に至りましたね。もうこれ以上ね、何も必要ないなと、何も望むことはないなと。国内でも、アハモを使って、海外にちょくちょく行きますけど、その都度ねアハモで、海外でも使えるというところでね、先月ですねベトナムにも行ってきましたけども、ベトナムでも普通に使えますし、大体日本人の方が、旅行で行かれる海外カバーしているというところで、めちゃくちゃね使い勝手いいですね。もう他の国に行った時ももうアハモで行くというところで、もうアハモ一択でいいんじゃないでしょうかなって思いますね。ただこういうふうに言ってもですね、皆さんめんどくさくて買えませんよね。わかります。携帯ショップに足を運ぶのもめんどくさいし、なんかもう番号変わったりしてね変えたりするのめんどくさいよって言われる方いらっしゃると思うんですけども、今ですね自分が今持ってる番号を変えなくてもアハモに変えることもできたりします。まあ、でもそれでもめんどくさいよっていう人はまずね携帯ショップに行って相談してみましょう。ドコモショップさんに行ってですね、ちょっとアハモっていうものを気になってるんだけどななんて言っていただくと、非常に丁寧にね今教えてくれますので、ぜひね、時間のある方はですね、お近くのドコモショップさんなんかに行ってねちょっと相談してみるのもいいんじゃないかなって思います。最後にね一つね皆様の背中を押しますよ。今僕ね月3000円の携帯料金ですけども、大体皆さん月いくらぐらい使ってますかって聞くとね、大体皆さんスマホの料金って1万円ぐらいかなって答える方多いと思うんですけども、僕からしたらね月1万円のスマホ料金ってやっぱ高いと思うんですよね。でも大体の方が皆さん1万円ぐらいだろうなって思ってると思うんですけども、もうそれはね過去の話で、今本当に通信費っていうのは抑えられるようになってきております。ただこういったね情報がわからない方だけね、いつまで経っても昔の古い料金のまま使われ続けているんですよ。だからこそ一度ショップなんかに行ってですね、お話を聞いてみるっていうのは非常に大切です。で皆さんね1万円もしね支払われてるとするじゃないですか。僕3000円ですけども、1ヶ月ね7000円節約できますよ。年間にするとですね8万4000円の節約になるんですよ。8万4000円ってもうタイ旅行できますよね。もうタイ旅行できるところか、まあ、高級ホテルに 2,3 回泊まるとかね、そういったこともできますよね。それぐらい、節約可能なんですよ。というところで皆さん、ここまで言われて買えませんか？まあ、これはね買える買えないはまあ皆様次第でございますけども、まあでもね本当に使い勝手も良くて、日本での普段使いもできて、さらにねタイ旅行に行ったり海外旅行行った際にもですね非常に簡単に使えてしまうというところで、まあ、メリットしかね僕はねないと思っておりますので、ぜひですね検討していただければなと思います。はい、ということでね今回は海外旅行に行った際のデータ通信についてのねお話をさせていただきました。参考になられた方いらっしゃいましたらね、グッドボタン、高評価ボタンね押していただければなと思います。こちらのねチャンネルに関してはですね、タイに関するね情報だったり、こういったね、タイ旅行に関するねお得な情報なんていうのもねこれからお伝えしていきたいなと思いますので、ぜひね、チャンネル登録もしていただければなと思います。はい、ということで長々と話させていただきましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。こういったね通信費ってねやっぱ目に見えないところなんですけども、抑えようと思えばねぐっと抑えることできるんですね。今ですね円安でございますのでね、こういったところで少しね節約してタイ旅行、タイ旅行を楽しんでいただければなと思ってですね動画を作らせていただきました。ということでまたね次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。